んなんですよ。はい、ってことでね、1年も経ったから我々、メガネがちょっとリニューアルしたところ途端ね、見えないメガネ買ってしまう。全く前が見えないね、これちょっと、ね、ちょっと実験失敗しちゃうね。コメントがね、ちょっと見えにくいってことで、助手のひな君はちょっと、今日は裸眼で頼むよ。もうちょっと、もうちょっとしたら、もうちょっとでしたら、ちょっと頑張ってみようかな。ねはい、じゃあちょっとね、はい、ねケロケロチャムとひなから、ちょっとね、こういう風にやってくれということで、最初にね、我々の自己紹介とね、このユーストリーム放送の紹介をしなきゃいけないということなんだけれども。自己紹介、これ自己紹介。自己紹介、少々。ありある自己紹介って名前あったんでしたっけ。まあ、あの非公開だから、そこはそこは非公開だからね。助手ですで OK ですか。あ、 OKOKOK。 じゃあ先にひなくんじゃないよ。助手くんの紹介からするかい。はい、はい、じゃあ軽く自己紹介ね。どうも、全く前が見えない助手でーす。イエーイ。そして私、おバカ研究所の博士助手、どうも、ね、本名はね、非公開ですからね、これ非公開ですからね、これ博士はね、あの毎回あの勝ち出ちが悪いんですけれども、ね、今回もね、聞き取りにくいかもしれない、頑張ってってことで、本当にね、目がね、こんな感じでね、マジで見えない感じでやりますけれども ね、 いや、今日も夜遅くまで皆さん、ありがとうございます、お集まりいただき、はい、ってことで、ね、今日はね、あのケロケロチャームとヒナからね、あのお土産がちょっとね届いてるそうなんでね、まだもらってない人は帰りにね、ぜひ帰って、そうね、もらってってどこに行ったんかね、ヒナは。伊東らしいっす。あ、伊東に行ったんだ、伊東に温泉使ってきたみたいです、ね、あ、いいな、あれ、ケロケロチャームはどこ行ったんですか。ケロケロチャーム確か、あの前回あの北海道行って、お土産を忘れて、あ、そうだそうだ、そうそう、で、ね、今日やっとまた持ってきて、タイのお土産も今日ありますんでね。なんかあのフェイスブックで見たんですけど、お腹をどうかしちゃったみたいですね。あのね、バカね、あのバカね、最終日にね、マジお腹苦しい、お腹もう大変なことになっちゃって、あの病院に運ばれて点滴して注射して、はいはい、あのもう飛行機乗っちゃダメって言われたけど、どうにか解熱剤をあの打ちまくって、日本語全部通じるの、通訳の人がいたそうじゃん。ねえ、なるほど、通訳の人がいたそうじゃん、通訳の人がね、だから全くタイ語わかんないけれども、みさきさんから、あら、お久しぶりですって、あー、お久しぶりです、って方でね、さっきもちょっと冒頭で言いましたけども、こちらのね、ライブハウスは今日、高田馬場ジェットロボットが、ジェットラボットになるということでね。ラボット、なんでラボット、ラボットっていうのはラボですよ、ラボ研究所、そう、おバカ研究所のやってる内容をここでね、なんと超秘密の研究をしてるんだけれども、これをね、ちょっとね、発表してしまおうっていうね、ここでね、ちょっとね、生中継しちゃおうというね、特別大サービス、出血大サービス、出血もするかもしれない大サービスなんですけどもね、そうですね、あの実はそう、去年、一昨年ぐらいから博士たちやってもらってるんですけれどもね、あの会場の皆様もね、ぜひとも一緒に協力していただくという形でね。そうなんですよね。あら、メガネを取ったら美人。もうね、気持ち悪くなってきたんで。わかります。わかります。ちょっとね、変な汗も出てきたんですけどね。出てきたんで、ちょっとね。そう。退散します。この退散します。さあ、このし、あの、なんとね、これ博士が作った疑惑のユーストリームなんですけれどもね。そうですね。あれ、チャムというのは博士の可愛いお孫さんですか。お孫さんです。お孫さんみたいなもんじゃな。そうね。ああ、お孫さん。ひなもそうじゃ。お孫みたいなもんじゃ。あれ、博士からひなも生まれたやなるほど、ね。同じようなもんじゃ。適当なんだけれども、はい、そう、このね、あのこちらはね、あの、はい、ジェットロボット TV というところからね、配信してるんですけれども ね、ミクシーとかね。ミクシー、そう。こちらね、いろいろね、ネットで、そうそう、 SNS つながっておりまして、ツイッター、フェイスブック、ミクシー、ユーストリームアカウントを持ってる方はログインしていただけると、なんとコメントが、ね、今コメントを書いたら我々読めるというね、メガネも外して読めるということでね、やっぱりメガネを外さないと見えない、これ本当強力なメガネですよね。じゃあ本当に強力、これはね、牛乳瓶の底ですよ、これ見えない目、こうやって目やばい、これやばいよ、目がね、大きいっていうのがね、通じ見えてんのかな、これやばいし、すごい目がでっかいからね、これね、ずっと放送したら気持ち悪い、これね、みんなもね、気持ち悪いけど、私も気持ち悪くなっちゃう、目の極
巨大さね、これね、ひどい、すごいんだよね、これちょっとじゃあこれねダマダマダマ全国の諸君わかるかな、いやすごいでっかくなるね、こんだけ見えないってことですね、すごいですね、はい、これあーでっかいんですよ、でっかいでっかいで、これ、はあ、私はこんな感じでやればちょうどいいんでね、はい、鼻に鼻眼鏡でいこうと思うんだけれども、博士なんでね、はい、ってことでね今日はね、はい、研究ももちろんするんですけれどもね、ミクシーというのも博士の発明ですかって、そうあれはね、はい、若きあの頃ミクシーをもう作ってたんですよ、なるほど、そうミクシーってひらがなバージョンなんですね、ヒクシーです私作ったの、あ、ヒクシー、ヒクシー作ってて、ミクシーになんかちょっとね、はい、変換されちゃったんですね、そうそうそう、なるほど、先にリリースされちゃったんです、はい、ヒクシー取られたな、はい、ってことでね今日はですね、はい、研究もするんですが、するんですが、手がすごい揺れてますね、するんですが、はい、またもやね、はい、助手の助手くんがね、助手くんがアルバイトをちょっと、そうです雇っちゃいますよ、雇ってね、たくさんの応募があった中からね、なんで今回この発明をするかっていうと、はいはい、なんと、まあ、ひなちゃむから9月24日のイベントに関して出せるものを発明してほしいっていうことで、そういうことなんじゃ、はい、だったら、はい、この枠を譲ってあげるよということでね、そうなんですよ、とある発見をするんですけどもね、はい、そうなんですよ、今日は作るんですよ、 それはじゃあまた後で、はい、ちょっとも今言うか、ひなちゃむって、あー、あー、こっち実はね、ショールームも博士がちょっと考えたやつなんだけども、こっちでね、いろいろと来ております、まちおじさんからありがとうございます、たくさんの、はい、ってことでね、はい、じゃあ早速なんですけども、そのバイト君をちょっと紹介しようかなと思うんですけども、はい、じゃあちょっとバイト君に来てもらいましょうか、はい、じゃあ早速なんですけども、はい、バイト君どうぞお越しくださいませ、ウェイ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 、イェイ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 、どうもどうも、どうも、面接に、面接に、面接に合格しましたよ、合格しました、合格しましたよ、本当ですか、なんか何も聞かされてなくてこんな格好で、いや全然もうバイト君は全然軽装でいいんだよ、バイト君ってことで、バイ…いやいやそんな、これからね、だって今日の研究結果によってバイト君が助手になれるかもできるかもしれないんで、そういうことじゃん、そういうことじゃん、と、はい、いうことで、お名前は村山ひろゆきさんでーす、言っちゃうんですか、こっからはいいんだよ、名前非公開ではないから ね、はい、通称我はムー君と呼んでるんですけども、それでいいのかな、はい、お、はい、じゃあバイトのムー君で、バイトムー君、はい、じゃあちょっと今日 ね、今日はね、初対面、初対 面、ね、そう、こっちはもう面接してるから一回会ってるけどもね、呼んでるとめっちゃプロフィールを見てんと、じゃあこの子は村山、あ、ムー君でいいかってね、勝手にね、呼んでないじゃない、ムー君来るって女子博士さん呼んでないじゃないですか、それはそう、自分が勝手にね、ムー君来るんだな、ムー君楽しみだなって、想像の中でさすが博士、想像を膨らませてたんですね、そういうことじゃ、なるほど、ってことで今日はね、わざわざバイトに合格し、バイトに合格し、採用されしていただいたんだけど、なんともですね、あのケロケロチャムとゆかりのある方ということを伺っておりますよ、そうなんですよ、そういうところも含めちょっと今日今自己紹介していただきたいと思うんですけれども、普段は何をされているんかね、向こうは普段はですね、曲を作ったり、おーベースを弾いたり、おー、はい、すごいミュージシャン、もうすでにベースいいねって入ってきてる、お、ベースいいね、おー、すごい、もうすでに情報がね、情報が流れてますよ、先に紹介する前に、そう、おバカ研究所にね、履歴書を送るとね、全国ネットで履歴書の内容がバレるということになる、だからもうバレちゃったんですねもうみんな知ってるよ、ムークのことバレてますよ、そう、ってことでね、はい、なんでじゃあケロケロチャムとね、はい、こうゆかりがあるのかというとね、なんとですね、なんと今週20日土曜日、はい、ケロケロチャムがサックスを吹いてるんだけれども、はいはい、初めてソロでバンドを披露するというね、記念すべき日があるそうなんじゃ、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 で、そのバンド名が、はい、チャムセッションというんじゃ、あ、チャムさんのムと、そう、ムー君のウが入って、ウが入ってチャムーセッションなんじゃ、なるほどね、そう、で、このバンドなんだけれども、はい、このムー君がいなければ成り立ってなかったというね、へー、
そう、本当にすごいことなんだよ。すごいですね。すごい人物なんだよ。これはもうぜひみんな見に行かなきゃですね。そう、ぜひ見に行かなきゃということでね、後半にね、またね、ちょっと詳しい内容を言うんですけどもね。で、今ちょっとそう軽い、ね、軽い感じ言うんだけども、博士も来ていただけますか。博士も行くよ。本当ですか。博士はね、探すよ。探して、でもね、博士はね、ちょっとね、足腰悪いから、うん、ドローンをねこれぐらいのドローン今研究してるんじゃん。ミニクソみたいなそれでね、ちょっとね、待ってるかもしれないから、ね、なかなか見つけるの。そう、飛び回るけど、ホコリみたいな感じのドローンかね。曲聞くよりそっちの方が気になっちゃうどこドローン。博士はが、それで見てるよ。なるほど。家から、そう。家から。家から、ラボから。え、だってもうここまで来れたんだから、もう行けるはずでしょ。今日はあれじゃ、あの、ヘリから来たんじゃん。なるほど。ヘリでドロドロ来た。すごいな。助手さん、今日は赤いパンツ履いてんの。あれ、そうだ、赤いね。あー、ちょっと。女子くん。ハレンチな出血大サービスというやつじゃないか。これが、まさに。赤いね。これね、見えてんのが。こっちでしょ。でも違うよ。こっちがね、こっちがこっちです。こっちも一応放送されてるんだけど。パンツね、パンツ。ショートパンツね。よかった。でも赤じゃないよ。そう、中身ではない。中身ではない。そういう問題じゃない。中身は出せない。はい。ってことでね、ムー君はね、あの、そうやってね、一緒にチャムセッションというものをやるんだけども、チゲロジョチャムがね。だけれども、なんと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 、ムー君は他にもバンドを組んでるんだよね。そう、履歴書読んだよ、もう。あれほら、ちょっとなんか伝わってないですよ。ソロでバンドを披露、どういうことって。どういうこと、はい、どういうこと。ソロでバンド。そう、あの、ケロケロチャム、以前やってたガールズバンドロジでは、あくまでなんて言うんだろうな、あの、ボーカルがやっぱメインの裏方奏者ってことなんですけれども、ね、まあ、バンドメンバーの一員ってことですね。そうそうそう、バンドメンバー、うん、ただボーカルじゃない、うん、ただ今回のチャムセッションはボーカルに値する位置なので、ソロバンドというかサックスがメインということで、初めてケロケロチャムさんがそうメインにやって、そういうことじゃん。それは見に行かなきゃまずい。しょー、これはドローンで行ってる暇がないじゃん。ちゃんと行くべきだな。行くべきだね。それぐらい大事な大事な大事な、まずいね。しかもバイトのムー君までね、やるってことなんだから、これはね、ぜひ特等席も用意しよう。あー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あまり人目にさらさない位置のよろしくってことでね、そう。じゃあそのね、ライブはね、まああの、いろいろとジャズとか、あとムー君のね、オリジナル曲もやっちゃったりするんだよ。そう、すごい詳しいですね。すごい、博士は何でも知ってる、はい、孫からいろいろ聞いてきた聞いてきました。なるほど、ね、これは絶対言えと、番組40分ぐらい言えと言われてるんで、はい、40分間この内容を喋る感じですか。あー、それはね、でもまたひな君に怒られちゃうからね。そうですね、ちゃんと作ってくれよということでね、まあ割愛しますが、またちょっとね、打つんですけども、はい、まあムー君はね、他のバンドも組んでるんだよね、うん。それは一体何ちゅうバンドだっけ。なんか英語で書いてあったか読めなかったんだけど、スイートソーダっていうインストのバンドをね、はい、歌のない楽器だけの。おお、スイートソーダ、美味しそう、うん、ソーダじゃないと、きっと今そうスイートソーラーだと、うん、あーソーダソーラダジャレダジャレあーソーダーで、女子ちゃんは見に行くの、助手は女子ちゃんでは見に行かないかな。女子ちゃんはね、あの留守番電話はね、ちょっとね、女子ちゃんはアナログな、そう、研究しないといけないから。女子ちゃんはちょっと、女子ちゃんは研究をね、研究とあの電話番をしてもらうことになってるの。ちょっとそう、あの電話が入るかもしれない。これこそドローンでね、ドローンでひなくん、はい、あ、きなくんじゃない最悪ですな、最悪ですな、はい、そう、まあそんな感じでスイートソーラーというね、はい、バンド組んですけれどもね、なんと ね、あれ、はい、あれでしょ、最近なんと CD が、うん、CD が CD をね、作っちゃいましてね。うわぁ、調子乗ってね。すごいぞ、すごいぞ。9月17日におっ、はい、あの、四ツ谷ドッポってところでライブやるんですけど、おっ、ドッポ、そこでリリースします。おー、はい、イエー、すごい、9月17日、まあ、そこでリリースするんですけど、はい、もしかしたらその20日のはお孫さんのケロケロチャムさんがライブで何枚か先行発売させていただくかもしれない。なんという情報を聞きましたか、うん、聞いた。1ヶ月後、9月17日にリリースされる CD がなんと8月20日のケロケロチャムのあのライブで先行発売されるということでね。やったね、
これはね、すごい得点。フライングしすぎですよね。フライングしすぎですな。1ヶ月もね、そう。フライングどころじゃない。ちゃんと余裕を持って CD ちゃんと作ってるっていうところがちょっと尊敬ですな。お得だね、お得。お得ですよ。ってことでね、もういろいろと。読めない。読めない。読めない。水、ん？水道博士。水道博士。水道橋博士、水道橋博士、チャム、行きたかった水道橋博士、行きたかった、行きたかった下ネタ博士、下ネタ博士、シー下ネタ博士、チャムサックスイベント頑張ってねって、 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ベースのメーカーは、じゃあね、マネック、あ、ちょっとあの、ね、ベースのメーカーはベースいろいろ持ってるからね。そうですよ、うん、そうです、履歴書見たぞ、いっぱい持ってるんですよ。あ、履歴書に俺、ベースのブランドまで書いたから。ムー君あれだよ、ムー君あれだよ、あのオリジナル、オリジナルサイト、ね、それ個人サイト、ベースの銘柄も履歴書だんだん履歴書にベースのメーカー書くとかなかなかいない。だいぶなんかフォローが出てきた。違う、ちょっと言い訳させてくれ、うん、あの履歴書にあの個人サイトが書いてあっただろ。いや、どうだったかな、書いてあったんだよ。書いた覚えはない、ない。それを行くと、あのベースが紹介されてるんだよ、ムー君のサイトは。ね、今日帰るじゃない、間違えた、帰る博士なんか気になって、多分ね、なんなん、そうそう、見ちゃった、見ちゃった、検索しまくっちゃったの。履歴書にはちょっと書いてない、書いてないか。ムー君のフェイスブックとか勝手に見たのかもしれない。そう、そうだね、フェイスブック俺博士怖いよ、それメーカーやたら書いてあったら履歴書に採用しないよね。全然研究と関係なくなっちゃうってことでね、はい、あのムー君のね、ムー君のあのことはみんな分かってくれたかな、分かってくれたかな、大丈夫、もうちょっと話したいかい、ムー君。いいんですか、このノリ、なんか真面目な話をしにくい気がする。悪いね、行きましょう、行きましょう、悪い、悪い、企画に行きましょう、行きましょう、はい、ってことでね、後半にもね、またね、こう、そう宣伝できる、ちょうどねありますんでね、はい、番組はそのまま、はいはい、そうですね、あのベースのメーカーね、あのああケンスミスっていうのを使ってます。お、ケンシュミシュ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 でしょ。いいですか、伝わりました、わかったかな、はい、みんなケン、はい、メガネが落ちちゃうね、メガネが取る、ケンスミス、ケンシュミシュなんです、ケンシュミスです。さあ、ってことでね、はい、ムー君のこともみんな分かってくれたことですし、はい、じゃあ、ね、分かってくれたことですね、メガネがね、これ難しいってことでね、研究の間取ります、取りましょうってことで、これがこれが博士の素顔でございます。博士、お孫ちゃんに盗聴器でもつけてるのってくらいいろいろ詳しいですね。だろ、ほらすごい詳しいよ。そうだよ、ケロケロケム、ケロケロケムってや、ケロケロチャムとヒナの、普通に喋ってんのにさ、喋れてないけど、あれ、ケロヤ君がなぜか、誰も触れてくれない、優等生、ケロヤ君がまさか優等生、優等生ってことでね、はい、じゃあちょっといろいろ分かってくれたということでね、はい、今から何をするかというと、はいはい、言うと言うと、さっき女子くんが言ってくれた通り、はい、9月24日はなんとここで、うん、はじけろ TV の初イベントをやります。イエーイ、これお題はまだ決まってないですか。お題はちょっとね、ケロケロチャームから聞いたところではね、あ、お題なんか、あ、タイトルね、はじけろ TV イベントのままなんですか。違うよ、はじけろ誰だかわかんのか。違うよ、はじけろパーティーナイトというね。そうなんだ、なるほどね、ものちょっと仮で考えておりますが、はい、ちょっとね、9月24日4日、このイベント我々なんとね、あの博士と助手はなんと参加できないんですよ、出入り禁止なんですよ、来るなということでね、出禁だったの、出禁、ちょっと見たくないって言われてしまってね、はい、ちょっとね、なるほどね、ということでね、はい、ただ何か発明して、はい、ぜひあの会場で売ってくださいというね、はい、ことを頼まれておりまして、はい、今回とスペシャルドリンクを、はい、我々博士と助手プラスバイト君でね、はい、いろいろ研究していこうということで、はい、それをね、会場にいらした皆さんも一緒に飲んでいただいて、飲んでいただく、はい、そう、ワンドリンクついてるんですけどもね、500円でついてるんですけども、プラス600円でドリンクは売る予定なのでね、はい、そう、今日は売るんですよ、売るんですよ、はい、売るんですよ、ね、ということでね、名前もね、研究で名前、罰ゲーム、罰ゲームじゃないですよ、罰ゲームじゃありませんよってことでね、今日はね、はい、美味しい美味しい美味しいね、美味しいものを今回はね作ろうということで、あの博士の特別ミックスジュースは持ってきてないんですけれども、ちょっとこちらに持ってきていただきたいと思います。不思議な、不思議なミキサーですよね、あれの、はい、これは
ってことでね、はい、カエルを、はい、カエルということでね、メロンソーダを用意させていただきました。このメロンソーダを土台として、はい、いろんな美味しいジュースをね、はい、作れたらいいなと思っておりますのでね、はい、今日はねちょっと どんなものをね、じゃあトッピングしていけば美味しいものにいけるのかなということでね、ちょっとじゃあまずはね、博士がね編み出したねものでね、ちょっと食べ物具材とかをねちょっと混ぜていこうということでね、はい、生茶色に見えるかな。あ、これそうです ね、 ね、メロンソーダですね。メロンソーダでございます、ね、ってことでね、はい、ちょっと見えるかな。博士編み出しました。何を？編みだくじを編み出しました。あれ見えるかな、この編みだくじ。ドリンクを飲む方のご冥福をお祈りいたします。待った待って、美味しいかもしれないじゃん。まずね、このようにね、編みだくじをやっていた。なんか今までと違うじゃないですか、博士。じゃろ？すごいものを編み出したんですね。そうだ、これ博士流の。しかもなんか編みだくじの途中がハートみたいになってる。可愛いじゃろ。可愛い。見えるかな？ちょっと。博士の顔に似合わないハートが。ああ、ちょっと。あ、じゃあちょっと見えないかもしれない。今からバイト君、はい、ちょっと数字をね、まず2個選んでいただきたいんですけどね。バイト君ちょっとじゃあ初仕事で、はい、ちょっと丸1とここに好きなものを。2個選んで、1と2を好きなところに。ああ、じゃあまず丸1とどこかに。あ、丸1を好きなところに。はい、じゃあそこですな、はい、で、もう1個丸1をお願いします。もう1個丸 1？ もう1個丸1。なんで今回飲み物は3回飲みますので、はい、今から液体物を2種類混ぜます。じゃあここ、はい、ここ、はい、ってことで、じゃあちょっとテレビアップいただいてもよろしいでしょうかね。はい、お願いします。お願いします。じゃじゃん、見えるかな。編みだくじ。じゃあちょっとムー君、はい、ちょっと悪いんだけど、これ持っててもらってもいいかな、うん、そうですよね。はい、はい、行きます。博士に出せてしまって。じゃあ、いきます。じゃあこっちから行くよ。はい、編みだくじトマトジュース。おっとー、怖い。はい、続いてこっち、ミラクジ。あ、これが噂のハート。ハートいった。ハート、結局戻っただけだった。ヨーグルト、イエーイ。ってことで、今からですね、トマトとトマトジュースとヨーグルトを混ぜていきたいと思います。飲むと天にも昇ることになるとかってなりそうですね。じゃあちょっと実はですね、会場の諸君もみんなに飲んでもらうので、ゼロアミだ。ぜひぜひ。じゃあちょっと今から道具を持ってくる。こんばんは、間に合った。あ、スーナーさん、ありがとうございます。じゃあ私ここで話せようかな。アミダクジの景品は飲み物です。はい、ゼロアミだ。ゼロアミだってなんだろう。そうです、ひなた、なんでしょうか。まちよちさん、すごいなんか怖い色になりそうですね。このメロンソーダの色が見えるかな。でもメロンとソーダで割ってるんですよね。はい、あ、すごいですね。これはよし、じゃあバイト君ちょっとその2つを入れてってもらってもよろしいかな。何で混ぜるんですかこれ。そっか、ストロー。あ、ストローで。じゃあ、はい、バイト君働きますね。どんくらいかな。まあ、バイト君好きなように。 N の件より初コメント投稿伏せてるけど、はい、N の件って一つしかありません。 ありがとうございます。こっち緑の方で。はい、じゃあ、からコメントいただきました。ちょっとトマトジュースをね。あれ、ほら、初コメントいただいたのに、まさかのこのね、博士の格好っていうね。トールさん、ありがとう、ありがとう、やったー。ちょっとね、 N の件から。そうですよ、今ちょっとね、会場の皆さんの分もね、博士作ってるので。よし、え、これ分量はみんなバラバラ。あー、やばい。え、分量は OK なの、うん、皆さん助手じゃない、助手やってますよ。助手だけど今日はバイトのムー君が働いてます。ムー君ありがとう、はい、今トマトを入れたところだよ。はい、トマトを入れてくれました。次ヨーグルトをお願いしたいと思います。私は助手だけど、バイトのムー君が。あ、ちょっとね、うつ、てかコメントちゃんと届いてますか。あれ、
お、あれ、わか、届いてますよ。あれかな、時差がちょっとあるのかな。本当によし、届いてますよ。ってことでね、はい、今ムー君がね、ちょっとあのメロンソーダにトマトを入れ、今からブルガリアヨーグルトを入れていただきます。果たしてどんなね味になるのか、これは楽しみだな。なんか、おお、チャムさん、おお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 お女子くんはちょっと混ぜてもらっていいかな、はい、やっと女子の出番が来ました、はい、トマトヨーグルト、うわぁ、なにこの色、やばーい、怖ーい、やばーい、やばーい、やばい、やばい、怖い、よこの色、はいはいはい、ありがとう、ありがとう、怖いよこの色、でね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 、ここで待った。やっぱり今回スペシャルだから、はい、具材も混ぜなきゃいけないと思うんだね、ってことで、ちょっとあの、女子くん、あの投票箱をちょっと持ってきてもらっていいかな。はい、博士がね、ちょっと編み出したものなんですけれども、ね、あれ、はい、これバイト君、初めてのブラック企業に入社の会ってブラック企業にってことでね、今回あの、はい、抽選箱をね、博士作ってきたんですけれどもね、はい、この中になんと美味しくなる魔法の、今ちょっとまずそうだからね、美味しくなる魔法の具材が入っているので、はい、この中から、3種類ちょっとバイト君、引いてもらってもいいかな。これくじ引き、絶妙ソース、デスソース、はい、デスソースデスソース3つね、3つ、3枚ちょっと、はい、じゃ あ広げてもらっていいかな。じゃあ私広げます、助手なんで、はい、はいはい、まあちょっとね、今不安だからね、皆さんじゃなくて助手さん、はじめまして、楽しませてもらいます、よろしくお願いします、助手ですよ、助手。じゃあ3つ選んだかな、はい、はい、じゃあこれは床に置いといて、わぁ、何が入るのかな、いっちゃっていいんですか、いいよ、まずはマシュマロ、マシュマロ、あ、よかった、可愛くなるね、これでね、まあ、なんかいいんじゃない、うん、いい感じだ、え、何このハテナ、怖い、いきなりハテナがこれは、博士の秘伝のものが入るよ、後で言おうじゃ、え、怖い、何これ、まあまあ、真っ白入るね、次はコーヒーゼリ ー, あー、でもコーヒーゼリーはいいんじゃない、あ、じゃあちょっとコーヒーゼリーとマシュマロをちょっと持ってきてもらって、じゃあ皆さんもね、ぜひともね、美味しい、美味しいジュースができる実験に参加していただきたいと、これなんかスプーンが必要かな、あ、じゃあチアシードのあいつを、よし、じゃあどんどん入れていこうかな、これあのイベントにいいかな、一体全体、はい、じゃあちょっと、え、はい、マシュマロってなんかちぎったりしない、なんで丸ごと1個、え、でもこれ味の、味も何もなくない食感も、あ、そっか、あ、ちょっとえ、面白いね、じゃあ当日はじゃあちぎっていただくようにしよう、なんかちっちゃくちぎって入れるのかと思った、今日はちょっと出血大サービスの日だから、怖ー、まあでもこれはあの、ほら、あ、怖い、ケロケロチャムたちが望んでることだろ、これ、こういうことでいいんだよな、じゃあ全然望んでないかもしれない、ね、すごいすごいな、それコーヒーゼリーで中和されてこれなんかみんな顔色が悪くなってきたよ、ぜひ言ってください、言ってください、言ってください、ちゃんとそう、これ3回できるかな、あ、入れちゃって、入れちゃって、まね、もうボンボン入れちゃって、ボン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 、夜ご飯がね、夜ご飯だね、ボン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 、混ぜようがなさそうだけど、ボン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 しか言ってないけど、ボンボン入れちゃってください、もう博士大丈夫ですか、うん、ありがとう、ありがとう、博士合ってます、これ合ってる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 、はい、あれ、あった、はいはいはい、はいはい、ということでね、できたかな、たってことでね、ちょっとね、喋っててもらってもいいバイト一人にするんですか、はい、一人にされちゃいました今のところこういうビジュアルです、映ってるかな、みんなです、意外と飲めなくもなさそうな感じはするんですけど、はい、はい、なんかみんなに、え、
女子ちゃんが博士のハテナをね入れ忘れるのをねお客さんが教えてくれたよ。そうだ、ちょっとちょっと今から入れに行くから、でみんなで飲むからちょっと待ってね。はい、梅昆布でーす、梅昆布でーす、やだー、梅昆布でーす、梅昆布だって。女子ちゃんが一言美味しくなーれってドリンクに唱えるだけで会場の方たちはきっと美味しく飲んでくれるよ本当ですか？でもねこれね今ね梅昆布が入ったんで微妙だと思います。美味しくなーれって言ったところで、あ、すごい匂い、なんだこれ、すごい匂い。よし、1品目できた。よし、じゃあみんなで、みんなで飲むじゃん、みんなで飲むじゃん、持ったかな、はい、よし、じゃあ一斉のせで飲むじゃん、一斉のし、やばいやばい、まずい、やばい、めっちゃ笑ってる、めっちゃやばい昆布、最後の昆布は強烈、これ何これちょっと待って、これでもさ、バイト君乾杯の温度ってあれも飲んじゃった飲んじゃったんだけど、なんかわお、これ何、なんだろう、マシュマロ感は全く感じられない、もちろんもちろんコーヒーゼリーも多分これでかいからでもコーヒーの味はするね、コーヒーだね、うん、コーヒーの味は結構、感想はなんかあるかい、私多分最初に昆布が来ちゃった昆布ソーダみたいな、あ、メロンとコーヒーが強すぎるという意見をいただきました最初のメロンソーダが多すぎたの、これあれだな、ベースのメロンソーダダメだなでもこれありきなんだこれありきで、これありきで作ったんだよね、それがダメっていう、緑色じゃないからねそうだね、トマトジュースを入れた途端真っ赤になっちゃった、これ真っ赤になっちゃった、そうか、だって緑で抑えたいわけだよね、結果そうじゃな、このトマトジュースでもう緑台無しにさしてる、まあ、コーヒーゼリーも無理だと思う緑にならない、これね最終的に何が良かったかなって言って、はい、いいもの混ぜるから、一旦じゃあもうこの第1回目はおしまい、はい、はい、おしまい、はけはけはけてー、マシュマロ全く分かんなかったな、マシュマロ、はい、はけてはけてー、かけて、はい、もうな、これでもぜひ帰り皆さん飲み干すんで、ね、飲み干すんで、飲み干すんで、かわいそうだね、スタッフが美味しそうにいただきますのでね、飲み干すってことで、じゃあはい第2回目ムくん、はい、ムくん丸2を2個、丸2ね、丸2をぜひぜひ、はい、昆布がいけないとすごい大不評、昆布ね、びっくりした、私も聞いてないからえぇ、ー、と思って、博士のこれ最後にね一回、じゃあ2個、2個、はい、マジでさ、はい、やっぱり女子ちゃんが美味しくなれって唱えないからって、はい、多分これ唱えても無理、じゃあ、はいはい、ちょっとアップお願いします、はい、テレビアップお願いします、はい、じゃあ続いてね、どうしても汚れまくっちゃってる、はい、汚れまくっちゃってるんですけど、大丈夫、サインの再現にならないですか、お腹が変な、大変なことに本当ケロケロちゃんも、わしは博士だから大丈夫じゃん、じゃあ行くよ、はい、アーミダクジン、アーミダクジン、アーミ野菜ジュース、あ、これいけるんじゃないですか、メロンも野菜だからね、はい、2、いやーミラクジーン、違うかな、あ、ミラクジーン、初めて聞いた、スイカじゃない、あれスイカじゃなかったっけ、ヨーグリーナ、ヨーグリーナ、はい、決まりました、ありがとうございます、ってこと今回はなんか優しいものが、じゃあまた絶対壊さないでください、あ、ありがとうございます、優しい、じゃあちょっともうボンボン、はい、腹壊さないでください、ボン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 入れてっちゃうよ、多分ね、はい、分かったことがね、あんま入れると全部飲まないね、から上までやらなくていいね、絶対飲めないし、上まで入れなくていいねバイト君ごめんね、しかもでも今回は緑が生かされるんじゃないかな、いやでも野菜ジュースが、あ、ほんとだね、違う色なんだね、そう、あ、あ、ここマイクで、マイクで いいのかな、いいよ、はい、このま、この野菜ジュースどうした、夏限定のね、美味しそう、甘夏ミックス、甘夏だって、いやー美味しそうじゃないかい、美味しそう、いやなんか結構美味しそうなやつ持ってきちゃった、あ、じゃあもう趣旨からずれたから、じゃあもう一個のヨーグリーナの説明もぜひとも、ヨーグリーナ、これはムー君もしかして好き、知ってます、これヨーグリーナ、あ、色が綺麗、あ、綺麗、お、なんか今回いいんじゃない、なんですかこんな感じになったじゃーい、いい感じじゃーい、じゃあこれっちのね、全然また4つ分ね、で次ヨーグリーナね入れるよ、
ジョイ透明なのにヨーグルトの味がするやつ。結局さ、うん、さらにさ食べ物が入るわけでしょ。うんうん。なんだろう、うん、それがいけないのかな。それがいけないのか。あそこかい。あでもあのとりあえずさ悪いものは持ってきてない、ね、とりあえずさ、うん、違うこのさドリンクだけの味を一旦さ、うんうん、あそれがいいね。飲んでからにしようよ。それ頭いいな。バイト君よく働くなって。バイト君まあバイトですからね。そのためにじゃああれじゃな、はい、みんなにもこれ美味しい状態のやつからね一回ちょっと美味しいかどうかをさここであそうしよう。飲んでからじゃないとさ。じゃあでヨーグリーナ入ってないよ。あ、入れていただきます。じゃあ、ま、ヨーグリーナ入れた。これ今入れた。え、これは入ってるよ。入ってる。これは色が変わって入れたっけ。これでしょ。あ、これ入れた。入れてないね。これまだ入ってないね。ないよ。じゃあ入れちゃうね。あ、なんかもうわかんないこれ。やばい、これはちょっとさっきの飲み物で記憶をなくすっていう。すごいね、記憶をなくす飲み物なのかもしれない。博士さん、これは入んない。あ、だごめん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 。はい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 。ってことでね、なんか昆布がすごいやたらさテーブルの上にばらまかれてんだけど。ごめんよ。え、でも待って、あんま入れるぞ。今度食べ物入んないよ。あ、そっか。あれ、博士いけん、大丈夫。いけん、いけん。じゃあちょっとこれ、この状態みんなに飲んでもらって。あ、これ飲んでもらう。飲んでもらおうか。あ、じゃあこの状態私たち飲む。じゃあ、これ飲みたいですか。じゃあ最終的なの渡しますね。はい、はい、じゃあちょっと我々で飲んでみましょう。はい、乾杯。これ安心そうな、はい、あーなんか酸っぱい。なんで酸っぱいんじゃい。レモン、あレモンのおかげだな。レモン甘夏。まあでもまあさっきのに比べたら、まあうん、さっきのように比べたらはるかに美味しい。夏の涼しげな色合いで、うん、いい感じじゃい。これはありかもしれない、ね、これに氷入れたら美味しそうだね。あー美味しい、ね、からのでしょ。からのからの投票箱です。からの博士はまだやりたい、はい、やり足りないから、ね、研究が。研究さっきの入ってないよね。入ってないよ。研究が、あれさっきのはもう昆布は入らないってことだよね。さっきのはもう、うん、じゃあ3つをちょっと。本当だよ、昆布勘弁だよ。もう入ってないよ、昆布は。しね、美味しいものもまだいっぱいありますもんね。なんで昆布を博士が持ってきたのか。はい、何かな。はい、カントリーマーム。あー、イエーイ、かわいい、かわいいじゃんか、ね、カントリーマームね。い、以前は健康ってテーマがありましたが、今回は何を目視されている。今回は目指されているのですか。売れるドリンクじゃん。売れるドリンク、売れるドリンク。売れる全然売れるドリンクじゃない。売れるドリンクを発明中じゃい。バナナ、あー、いいじゃん。これ美味しそう。これ美味しそうじゃん。最後は、ハッピーターン。ハッピーターンってこれはでもハッピーですよ。ハッピーじゃんか。ハッピーじゃないか。さ、これさ、またさ、物だけで入れるとさ、結局さ、ダメなんで、放送終了後、クック。すごい、なにこれ。字が読めなくなっちゃった。クックにレシピを投稿ですね。これさ、あ、そっか。バナナもでかくない？このまま入れたら。どうなの？バナナもでかくないの？オッケーなの？オッケー、オッケー。じゃあ、すいません、手垢入りです。女子バイト、女子バイトの手垢入りです。手垢付き。はいはい、大丈夫。はい、みんな、はい、ちゃんと綺麗な手なんで。綺麗な手なはず。じゃあ、今粉々に、はい、ハッピーターンと、はい、カントリーマーム、ね、粉々にしたんで。汗が。でも今回はいい感じじゃないか。売れるドリンクですねって。売れる頑張ってくださいね。売れてる。あ、売れ、すごいパコンって入ってる。あ、すごい匂い。あ、でもほら、なんだっけ、このハッピーターンのこの粉、魔法の粉、美味しくなるよきっと。他人事。 なんでハッピーターン。ハッピーターン、なんでハッピーターンは、ま、魔法の粉なの。魔法の粉がついてるんだよこれ。知ってた？知らない。魔法の粉って言われるほどうまいんだよね。そう、だから絶対うまい。単独だとね。これでもなんか美味しそうだな。いっぱい入った。最後の人いっぱい入った。たまにこう砕けてないやつが。じゃあちょっと配ってくるじゃん。これね、ちょっとね、配られた方1名様に限り、すごい特典が、せんべいがそのままの形で読めないのではなくて伏せてある。あ、なるほどね。そうですね、そういうことですね。伏せました、すいませんですよね。
わかりました、私も使ってます、それは。はい、なんかすごいハッピーターンの匂いで ね、はいはいはい、ね、ちょっとあの混ぜたい方はこのように空中でやると混ざりますんでね、はい、ってことでじゃあみんなあの乾杯しましょう、せーの、乾杯、はい、強烈なものが一つあるのね、なんか一個悪いやつがいる、なんか一個悪いやつがいる、明らかでしょ、ね、オーケストラで言うとみんないい演奏してんのに一人だけなんだろう、それを見つけてもらわないと、一人だけひどい演奏のやつがいる、何がダメかな、何がダメかな、味的にさ、だって一個ベクトルが違うのあるじゃんあの塩気のあるものが一個あるじゃんやっぱせんべいだよね、ハッピーターンかな、これハッピーターンだよね、明らかにそうだよね魔法が来なかった、カントリーマームの味が消えつつあるもんね、でもこれ博士、あのこれカントリーマームのチョコ がなかなか美味しいから、チョコ上がってこないけど、せんべいばっかりグビグビいけるし、この多分メロンじゃないや、バナナ美味しいはずじゃよ、でバナナはさ、なんかさ、ミキサーにかけてほしいよね、やっぱりこれ今回わかった、ミキサーにかけてないのがこの研究データはあのヒナとケロケロちゃんに言おう、うん、混ぜた方がいいっつってこれちゃんとだってもうマシュマロの意味なく乗せただけで雰囲気ね、あれやっぱあの博士のあれ必要じゃない、あれ必要だよね、うん、しこんね、いやこれはでもひどいから、でもこれハッピーターンの手前までは良かったかもしれない、ハッピーターン引くからだよバイト君ひどい、うん、引いたし引いたし、実はハッピーターンを選んだのは僕なんですハッピーターン入れませんかって、ね、そう大好きってことでね、事前のまあまあまあ履歴書にね、まあバイト君がね好きなものなんですかっていう答えにね、うん、じゃあまあわかった、次行こう次残ってんのが、っっんのじゃあもうあと残ってるのがあれだね、青汁とウーロン茶、おえー、何やっとるんじゃい最後は青汁とウーロン茶が残っておりますのでね、こちらでじゃあしたいと思うんですけども、ちょっとね、はい、博士ね、ちょっといろいろインターネットの力を借りてね、ググったらですな、ヤフったりググったらですな、メロンソーダとウーロン茶を混ぜるとビール味になりますっていう情報がね、いっぱいあったんじゃん、なのでちょっとまずメロンソーダとウーロン茶を混ぜて本当にビールの味になるか検証しようと思う、ここで突然の、はい、でもビール嫌い味、ビール嫌いビール嫌いなんとビール、あ、そうってことは、うん、食べ物も残ってるやつ、あー、そういうことになるな、じゃあとりあえず先にちょっとウーロン茶飲んでみようか、パパッと、うん、さあ、ヤフー知恵袋にもね、なんと書いてあったぐらいね、結構ね、噂によるとね、本当にビールの味になるそうだよ、すごいね、じゃあちょっと、じゃああれだね、なので、もしかしたらビール風味のね、ビールドリンクが家で飲みたいけど、明日早くて飲めないという人はいいかもね、そうじゃな、うん、いいものだな、あ、でもなんかさ、色もビールっぽい、あ、ほらほらほら、ビールっぽい、ビールっぽい、はい、色が見えるかい、ほう、すごい、いいですな、もしかしてこの状態でもう飲みたい、あ、大丈夫かな、ちなみにスコンブがすごい落ちておるけれども、いやー、ね、ムー君働くね、ムー君手際がいいな、ね、じゃあちょっと博士飲んでみるな、バイトですからね、博士どうですか、あかん、あかん、あかんやつだ、あかんやつや、あかんやつだ、これこれあかんやつや、あかんやつ、じゃあちょっとあかんやつ行ってみようか、はい、あかんやつ、ビールになったかな、あかんやつだ、ビールになったかな、はぁ、いやこれが、はぁ、はぁ、はぁ、これはね、これ飲みたいかな、はい、この状態で、あ、じゃあ帰りにぜひ飲んでいただいて、じゃあまあ次これを混ぜるんじゃろ、はい、あ、青汁混ぜます、これどれくらい入れればいいのかな、わからない、わからないという博士の研究、まあでも皆さんに安心する言葉を言うと、ちょっともう青汁な感じだから、うん、大丈夫だじゃよ、確かに、ね、確かに、このあだ大丈夫、まさかハッピーパウダー、さあこれハッピーパウダー、あ、これこれやばいな、あ、でもほらケロケロチャムとヒナが言ってたように
買わなくてよくない、なよくなくならないよね。ノンアルコールビール買った方がいいよね。うん、これはね、ビールじゃ、ちょっとね、ビールじゃないじゃん、これ。これでもね、あのほら、緑のドリンクを作ってるんでしょ、我々、うん、大丈夫大丈夫みんなこぼしてる。ってことでね、ストローがどこにあった、ハッピーターンのパウダーも悪者になってます。ストローどこだっけな。ストローはあれこれストローあった。あ、じゃあちょっとかき混ぜます。まあね、これこっちか。そう、かき混ぜてね。あ、でもほら緑色にほらなったよ。さすが青汁いけるんじゃない。じゃあ、うん、で、え、じゃああの ひなくん残りのものちょっと発表してもらっていいかな、はい、何が残ってるんじゃないかな。きなこ、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 バカかやべえな。みかん、みかん、あーちょっと救世主。はい、最後はみかん入れよう。チアシード、チアシード、でもチアシードは味がないんで。あー、じゃあまあデフォンね、よかったよかった、うん、じゃあバイトくんちょっと入れていただいて。あ、いいね、砕きましたよ私。いいですな、今の時間に、うん、ありがとう。でこれもスプーン、あ、スプーンで、あれ、あ、そっかそっか、なかったっけ。あ、まあでもなんかあれじゃな、あれじゃな、いい感じで。あれ青汁、でも最近の青汁って苦くないんじゃろ、助手の、はい、助手くん的には。研究結果により美味しくなっております。ほらよかった、抹茶みたいな感じ。じゃあこのね、じゃあ、はい、きなこもお願いします。きなこ、はい。でチアシードはあの、はい、健康にいいんかな。そうですね、美容と健康にいいらしいですよね。今やはし今流行りじゃもんな。流行りし、これいいね、カエルの卵みたいで。これは採用した方がいいんじゃないか。ちょっと怖い、きなこでこう混ぜて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 、これはね意外とね一番美味しいんじゃないか。入れられてない。あー、きなこはいらない見た目的にせっかく緑だったドリンクが今きなこのおかげで緑じゃなくなってきております。いや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 、でもこんなねミックスしたね飲み物なかなか飲めないから、皆さんいい機会に来ましたな一名きなこ尽くしの人が待って待って、もう無理、こういうのできない。ほんとこの人にまたあ、さあこれをね、じゃあぜひともね。これでもなんか、はい、ノーベル賞ものがもらえそうな、なんかすごいことになっておりますけどもね。じゃあちょっと配りに行きます、はい、絶対ココに食べた方が美味しいやつだよねこれね。みかんときなこが同時に、みかんはみかんだけですごいよね、ある意味なかなかない感じだね、みかんにきなこ。カエルの卵、でもさ、メロンソーダにさ、チアシードだけでよくない？まず飲んでから、その方がね、ちょっと最後によ、それそれ最後に、とりあえず皆さんとりあえず皆さん、はい、乾杯しましょう、乾杯。うぃー、あ、そう、気づいちゃった、ちょっといや怖い。意外とね、ウーロン茶強いね、うわ、青汁ケオケオ、みんなケオケオしあーこれね、あの飲んでない人に伝えるとね、あのね、うん、なんかね、あの青汁の粉とね、きな粉の粉のこのコンビネーションがね、喉にやられてる、うえーって感じなんね、粉っぽい。どうでしょうかね、そんな感じですかね。全然みかん粉が溶けてないというクレームをいただきましたこれあのね、あとね、味がね、あのみんな主張しすぎてなくなってる、うん、味がなくなってて、ウーロン茶だけ残ってる感じ。ウーロン茶強いね。お花畑の映像に差し替えられるところだね。そうだね、確かに。ああ意外とでもこれ全部いけって言われたら、ね、頑張れるかもしれない。うん、さっきのよりは。ああでもやっぱり私はこれは私とか言っちゃったきなこだね、いけないのは。どうですか、チアシード、チャムさんがいたら大喜びだな。卵みたいだし。そうだね、ケロケロチャムがいたら喜んでるな。だからやっぱほらチアシードにメロンソーダだけでいいんだよ。そうね、この3つを、ね、それだけでちょっとさ飲んでみようよ
なるほど。最後ちょっとあの女子くん、ちっちゃくていいからさ、女子くんがね、考えたプランによると、はい、メロンソーダとチアシードだけでいいんじゃないかという意見が出たんですけれどもね、皆さんはいかがですか。皆さんは そりゃそうだろうっていう話になるよね。でもなんとね、このねメロンソーダも実はね、オリジナルメロンソーダなんじゃ。博士が、そう博士がね、ビツヤサイダーと、ビツヤ、ビツヤサイダーとメロンエキス、メロンエキスを混ぜて作ったやつだから、全然分量によって味が変わる。あ、ちょうどもう2人だね。ってことでね、安心の飲み物を、じゃあちょうど、あともう1人だ。あれ嘘。お、ちょうど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 いい感じ、いい感じってことで、チアシード、これね、これをね、スプーンでね、うん、あ、はい、あ、じゃあみんなで入れていこうか。垂らしちゃった。あ、これ、これ今作ったやつからチアシード入れようとしてた。これは大丈夫、これ綺麗なやつ、これ間違えた、危ないところだ。これでも、あ、これじゃない、これじゃないってな。よし、その良い流れで告知いこうか。あれ、そんな時間、そんな時間。助手さん、口直し、あ、でもほら、大丈夫、25分ぐらいから告知するから。うもうね、違うの、せっかくこう研究するなら最後はいいものを作って、そう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 、ね、ひなとチャムにね、渡さないと怒られちゃうからね。ほら、カエルの卵っぽい、これちょっとね、伝わるかな。ほら、かわいい。え、ちょっと助手って頭良くない？これは、これはちょっと、まあ、大丈夫でしょう。研究結果、研究するまでもなかったと思うけどね。なんか美咲さんも美容にも良さそうで、はい、はい、ってことでね、はい、皆さん同じ分量が分かれたのに、チアシードというのはなんじゃら、なんじゃらほい、なんじゃらほい、なんじゃらほい、これなんじゃろうか。これはなんかね、卵みたいになって、なんかごまがね、そう膨らんでね、なんかね、おたまでブヨブヨしてるんじゃが、最近のモデルとかみんな飲んでるやつで、そうそうそう、美味しいジュース、美容にね、で別に味はないから、ただその食感を楽しんでいただければということでね、カエルの卵みたいなんですが、じゃあ皆さんで乾杯。乾杯。うん、ほら、うん、あ、これはいい、これにさ、氷入れたら絶対美味しくない？美味しい、美味しいな。これにするか。で、イエーイ。これにしようか。ここまでやって。ここまでやって。ここまでやって、これ。ここ、みかん入れないか。あ、みかん入れる？じゃあ。みかん入れとく？飾り？ちょっと。あ、みかんとかバナナ大丈夫かもしれないということで、ね。まあ、フルーツ同士だからね。うん。うん、確かに。ハッピーターンとかさ、それが、そういうの入っちゃうからね。甘夏。甘夏、あー、あ、でも待って、これ夏限定だからさ、そうだな、9月。じゃあちょっとバナナも入れてみるか。ちょっとお客さんの意見をもとにみんなで考えた。みんなで考えた。これね、知的ビューティーですね、ありがとうございます。ミックスとは言ってなかった、そうじゃが。でも、どうかな、結果、私のよし、じゃあこれちょっとこの2つよりもさらにみかんとバナナが入りますよ。うん、よく小学校の時に友達の家に行くと三ツ矢サイダーとフルーツポンチを作った思い出があるんだが、それがいいもんね。うん、なんかそんな感じ。フルーツポンチっぽい。フルーツポンチやな、これ。これ600円で売れるかな、うん、いい感じかな。いや、いい商売ですな。うん、ただこのバナナ、おいしい、おいしい。バナナはどうやって食べるの的な、最後にもうちょいぐちゃりとした方がいいかな。ストローで食べる感じ。もうぐちゃぐちゃしとく。ジューサーでやっといた方がいい。ジューサーでちょっとメニョってやっとく、うん、まあまあそんな感じでね、ちょっといい感じでまとまったんじゃないか、これ。ほら、この研究結果をじゃあケロケロジャムとヒナに報告かな。報告で、これで、ということで、このドリンクが9月24日もうちょっともしかしたらアレンジされるかもしれないんですが、発売されます。イエーイ、イエイイエイイエイ。結局ね、結局な、カエルの卵とメロンソーダを種で、かわいい、ね、種で、かわいい、はい、フルーツが入るという、ね、丸く収まりましたな。丸く収まりましたな。収まった。いやー、よかった、よかった、本当によかった。帰りに
にぜひ余ったらマシュマロとかみんなで食べて帰りましょう。はい、そうしましょう。塩昆布もそうします。塩昆布もね、はい、食べてね、はい、帰りましょうってことで、よかった無事よかったな、無事に終わったということで ね、 ねテーブルの上がね殺されたかったな、ね、この見えてないけど汚いけどね、ちょっとね、すごいことになってますね、研究の後みたいな感じで。いやでも皆さんもね研究に参加していただきありがとうございました。はい、ってことでじゃあ、ね、おかげさまで決まったことなんで、はい、ここでじゃあ告知をしていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあムー君からよろしくお願いします。はい、デデン博士の孫のケロケロチャムさんと、はい、3日後にね。そう、あれチラシ、チラシどこだっけ、チラシは、チラシはね、チラシード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 はね、博士ね、ここチラシード、チラシードってずっと言ってたから、あー、ありがとう、ひなくんじゃない、女子くん、そうもう何回も、何回も名前、そのレシピってことで、じゃじゃーん、はい、はいはい、3日後ですな、3日後です、8月3日後なんだ、3日後じゃん、20日土曜日、はい、はい、すごいな、東京クラブ水道橋店 ですな、チャムーンセッション、チャムーンセッション、祝、はい、ケロケロ生誕ワンマンライブってことでね、はい、これはあのこのチャムーンセッションがね、はい、初めてやるライブなんで、その生誕とケロケロチャムが8月13日誕生日だったので、ちょっとそれを2つかけて、うん、祝ケロケロ生誕ワンマンライブという名前になっております。そうで、オープンはまあ3時頃なんですか、3時頃だね、そう、あの、うん、2時45分で、2時45分会場で、会場で3時頃から始まります、始まります、はい、土曜のお昼なので、はい、はい、来やすい時間だと思います。でちょっと終了時刻もねちゃんと書いてありまして、ね、4時45分頃にはもう終わるということでね、うん、まあ1時間半くらいだねのライブとなっております、うん、チケット代2160円、マンドリック付きってことでね、はい、東京クラブという老舗のジャズライブハウスでやりますんでね、はい、こちらぜひ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 ね、オリジナルとめちゃめちゃあの有名なジャズとかいろいろね、うん、やっちゃったりしますんで、どうぞどうぞワンマンライブなんでよろしくお願いします。これ駅から近いんですか。駅からですね、出口を間違えなければ近いです、これ気をつけてくださいね。間違えると遠くなっちゃう、ちょっと遠回りになっちゃう、割と坂を登りますけど、はい、そんな遠くない、そんな遠くない、出口を間違えなければ歩道橋が見えたらそこが正解です、出口どっちだっけな、どっちって言ったらいいの、お茶の水側って、お茶の水、そうそうね、でちょっとちゃんと地図、飯田橋じゃない側で出てください、うん、そうですね、ということでね、こちら本当に、はい、よろしくお願いします、本当に本当に来てくださ、はい、お孫さんが、お孫さんが言っておりました、はい、ケロケロちゃんが言っておりました、の勇姿をぜひ、ぜひぜひぜひ、今日はお孫さんは練習中なのかな、練習中、もう死ぬ気でやってると思う、死ぬ気で手が血まみれになるようにやってる、3日前だからね、そんなに練習しなきゃいけないライブなんで、余裕がないライブ、3日前だからね、やっぱりやらないとね、ってことで他にあるかな、他はね、まあいろいろあるんですけど、ほうほう、あの村山ひろゆきで検索して、あ、ぜひぜひ、ね、ウェブ、続きはウェブでということでね、はい、イエーイ、はい、ありますか、じゃあ、どうしようかな、あ、8月21日、今週の日曜 日、はい、次の日じゃな、ここでアメスさんのイベントやってるんで、うん、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。おそれはあれかい、はい、ひなくんがやるのかな、そう、あ、そう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 なんだ、ひなくんからの ね、 ね、伝言でね、伝言でね、そうそうそう、そうなので、ね、はい、21日13時半から3時間かな、お、はい、やってるんで、ライブあり、ライブペインティングあり、西田さんのお料理あり、おー、すごい、はい、いろいろとあるんでぜひ遊びに来てください、イエーイ、はい、イエイ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 、さあ、はい、美咲さんがね関東圏に住んでないから全く場所のイメージができないって、あー、そっか、じゃあちょっとね、はい、なんか詳しくね、ぜひね Google マップなどでね博士余裕が博士ケロケロちゃんも余裕があったらちゃんと多分ネットにあります、貼、ね、り付けて、はい、ということでね、はい、私博士からもこのライブの告知しかないんですけども、ね、ぜひね、はい、これはね博士からもねマジでよろしくお願いします、はい、ということで、バイトのムー君今日は本当にありがとう、出来栄が良かったよ、本当に本当に、ね、採用していただけますか、うん、君は女子クラスだな、あれ、あ私の提案はあのインフルエンザとかで休んだ時にでもさ、そのレシピをきっと数分後には忘れてるって言われてるよ、はい、まあ、あるかもしれない、でもインフルエンザで休んだ時はぜひ
女子君よろしくお願いします ね, ねインフルエンザにならない、ね、今日はちょっといろいろ飲んだけど楽しかったかな、はい、最後のは良かったと思うんですよ。あ、最後のは良かった、うん、これじゃあ9月24日できてグレードアップしてちょっと皆さんにねご提供したいと思います、はい、ってことでいい時間かな。もういい時間です。いい時間ぴったりだ、はい、さすが、はい、じゃあ最後はこの順番で締めタイトルコールで締めたいと思います。名前を言っていただければ、はい、のって言ってください。な全然聞いてないかわかんないよ。ムーのでいいです、うんうん、はい、ムーのって言ってください、ね、はい、じゃあいきますよ、はい、博士と女子とムーのはじけろ TV でした。ありがとうございました。9月24日よろしく。